you
そして芳しい夕べに王が来る。誇り高い王があの人差しをまた花のように思って、ヒロミ、今日はデザートはいいのだ。あと人差しだけ王にも与えてやってくれ。若く誇り高い王に、ヒロミはいつも通りでいいんだよ。ヒロミはそのままの輝く笑顔でよくわからないわというふうで、私らを最良の人差し、罪を犯した後の旅路、デスポリスが色のついて見える奈落へ突き落としてくれ。おい、おい、あと一歳だけ、ヒロミの私が旅だなら、それがヒロミにとってなんてことのない時間だったとしても、その一歳がヒロミの経験であり、沈黙であり、あなたですら知れないあなたの悲しみと計り合えるものなのだから、その一歳を多くの男が黄昏時に望んでいることにヒロミは首をかかる。そして、寛大で有名に、非常に高い方があの一歳を持って、ヒロミ、今日はデザートは、な、あと一歳を持って、この日再びです。いつも通りでいいんだよ。ヒロミはそのままの輝く笑顔でよく見られないわというふうで、あなたはデスク判定だなのか、または私ぞまた利益いつ落としてくれ。おい、おう、おい、リッホウインデスカノニ、地図に名を打つあなたは確実法律だ。あの方の再びです。石砂を打つあなたはいつ、そして芳しい夕べに、ああ、あなたはまた夕日に見えない。実はあなたはですが、日本に入れてきた日々来たそのな、あの手がいいのはあのかも。71サラビーの真実はあなたがいてる時はハイパーでのほなの71なので、また利益の法則はのか、か再びの死コロナスポーツ部のあなたの同日で、しかしかしの地位の顔再びです。死はあなたを治すためです。あなたはまたあなたを利益を意味しているとき、あなた方この肌にあり、この人差を多くの男が黄昏時に望んでいることに、ヒロミは首を傾ける。そして芳しい夕べに王が来る。誇り高い王があの人差し、自転車は次々、手続き、手元、2回。
さ。2回。在。老論家。現在2回。現在期限。作ると咳が出ます。目をつぶってると咳が出るんですよ。目を開けました。
ないが困るとこに使うことで出たり先っぽも見えないのに私は全然出たせずだまた誰のためだ私は息もなくなった唯一のための楽器に引き壊れず黒髪に固まったらをしてしまい黒髪の中からのためにまたお引き取り出すこのサイクルを出ればじきに乗っている間は乗れないがまた丸と壊れ飛んでしまうことになってしまうこんな思いが得てしまうまた祈っておらずそのためにまた直してしまうその中に埋めるためにまた降りますよ最後埋めれば時期に気ゼルをなくなるので自転車損傷の一つと頂戴もっと頂戴もっと頂戴頂戴一緒にトイレ行く一緒にトイレ一緒に空を飛ぶ一緒に一緒に空を飛ぶあなた私一緒にトイレ行く行くあなた私一緒にトイレ行くもっとちょうだいちょうだいもっとちょうだいちょうだいセレナに乗ってお家に帰るセレナに乗ってお家に帰るこちら駅前デリバリーショップですがただいま閉店時間のでですのでまたのご来店お待ちしておりますこちら駅前 DVD ショップですがただいま閉店時間ですのでまたのご来店をお待ちしております現状もっともっとちょうだいもっとちょうだい一緒にトイレ行くトイレに行くトイレに行く一緒にトイレに行く一緒にトイレに行く
you
ためです。ずっと咳が止まらないんです。私は12月の一瞬でオミクロンにやられました。熱は出なかったんですけれども、まあそうとは言っても7度、1部、2部、3部、4部、5部ぐらいでどうしようかなと思ったんですが、あの抗原検査キットっていうのがありましてね、あれは医薬部外勤で第一種でないとやっぱりダメなものでして、そいつを使って測ったらば線が2本ピュッ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 出まして、あ、これって陽性じゃないのか、陽性は嫌だね、陽性さんは好きだけど陽性は嫌だねと思いながら、とても便利だったんですけれども、あれ自治体のホームページからフォームに入力して添付ファイルで流すと、あなたが陽性です、これから所轄の官庁の、あ、官庁じゃないや、保健所からメールが来ますので、それに沿ってあなたはしっかり養生してください。ただし9日間になりましたらば、自分で自己責任におきましてコロナを終了して構いませんというようなことが書いてありました。私はそれを読んだんですけれども、なんでだよ、医者に行かなくてもよかったのか、じゃあ最初の3年前にやったあのコロナの非常事態宣言は一体何なのかと私は疑問しました。メスが低かったのでやることはなかったんです。やることのない私は何をやったかと言いますと、漫画の大人読みですよ、大人買いと。私はその間に非常に気になってた漫画でさんなんですけれども、風の谷のナウシカを全巻買って、お、これはエヴァンゲリオンの元ネタだなと思ったり、あとそう映画にもなったザ・ファブルを買いまして、アキラ君の天才の気持ちというのもすごくよく分かったんです。分かったけれども、あの天才の気持ちというのはカムイライデンのカムイも、ピンポンのあの彼誰だか名前忘れちゃいましたよ、メガネ君、メガネ君は天才じゃないけれども天才と戦ったことによる苦労をすごくすごく心の中で反芻しながら辛さを味わってたと思って、私は全然天才じゃなくてただのアホなんですけれども、コロナの中で天才について深く考察したわけです。松本太陽の漫画で花っていうのがあるんです。これは劇団クロテントの芝居のために作った漫画コミックの台本なんですよ。そこにもやはり天才の苦悩が書いてありまして、彼は何もできないだけの名物、お名物ということに関しましては、もう本当に抜け目がすごい人でして、彼は最終的には、男のお友達と一緒に旅に出るというすごく不思議な話だったと思います。まあコロナは治りましたけれども、それからやっぱり断続的に咳が出てますけれども、これは何というか後遺症でもちょっと違うと思うんです。私は今までアレルギーというものは全くなかったんです。ですが年を重ねまして、今年のそう花粉からアレルギー、咳、鼻水、くしゃみになりました。出るようになりました。これはアレルギーなのか、なんというか後遺症なのか分かりませんが、私はそれでも咳も目立てずにこういうことができるんですが、これは神様に感謝しなくてはいけないと思っております。はい、私はヒロミちゃんのファンです。ヒロミちゃんは別でフイフイって言うんですよ。フイフイはいつもお隣に住んでるんですけれども、気が向くとお隣のお隣に行ってしまったりしまして、ややこしいのはフイフイフイなんですよ。私はフイフイとフイフイイコールヒロミちゃんがとても好きでして、どうしたもんかね、フイフイ
いふい、鼻の中で罪を犯してもいいかもしれないけども、蜂蜜がとても欲しくて、蜂蜜が好きなのは熊のプーさんで、熊のプーさんはとても間抜けで、間抜けなんだけれども、本当に可愛くて、オリグリもとてもいい子たちだね。あと一歳だけ、いろいろ私に与えてくれたなら、それは蜂蜜です。それは蜂蜜です。蜂蜜です。そんなものはありません。計りきれない悲しみなんてありません。傾けません。ひろみちゃんはね、絶対傾けないですよ。それは君の誤解だよ。やめた方がいいと思うよ。常にさよならだけ問いの